9月9日金曜日、ニューズオフエイド、ナビゲーターの船橋明恵です。早速出演者をご紹介させていただきます。ゲストは著述家の本間龍さんとプロゴルファーの武小山さんです。よろしくお願いします。解説員は株式会社ノーボーダー上杉隆社主です。はい、お願いします。はいお願いします。はい、お願いします。いやそういう話じゃないんだな、はい、冒頭で皆さんにお伺いしたい話題ですけれども、 NHK の BS 番組河瀬直美が見つめた東京五輪の中で誤った内容の字幕が放送された問題で、放送倫理番組向上機構 BPO の放送倫理検証委員会は9日、重大な放送倫理違反があったとする意見を発表しました。こちらについて皆さんに伺ってまいりたいんですが、本間さん、これについてはいかがでしょうか。まあ、非常に真っ当な判断だと思いますね。まあ、こういう内容になるだろうなと思ってましたけど。で、まあ、これが出てね、はい、NHK が自分で検証番組ぐらい作りゃね、うん、意味があるんですけど、はい、まあ、すでに NHK もあの処理にしちゃってて、で、上層部は全くお咎めなしなんでね、はい、まあ、これ出したからっつって NHK が全然困らねえだろうなっていう。うん、ちょっとそこが残念なんですけどね、はい、あの内容自体は全くいいと思いますね、はい、武さんはいかがでしょうか。まあでも NHK 自分でやっぱりやらんといかんでしょうな、事情作用ないと、うん、もうあんまりお金払いたくなくなってきたもんね俺もそうですか、はい、アメリカの PGA ツアーを英語バージョンっていうか現地の音声で見れるから見てるだけで、はい、はい、もうそれ以外はもういらないです上杉さんいかがでしょうか。はい、ちょっと違った視点からこの BPO なんですけど、正直言ってはっきり言ってガス抜き組織になってしまってるというのはありますね、というのはね、民放連とかあるいはテレビ局とかからの天下りとかですね、あんまり使い物にならない人をそこによこすわけですよ。でそれでこういう案件が来たらなんかやったような形にしといて、それで注意しましたよというふうに言ってですね、でお茶を濁して終わりにすると。で、まあ、これを繰り返されてんであんまりここの BPO に対する期待はないというので、じゃあどうしたらいいんだって言ったら、例えばね、オンブツパーソンじゃないですけど、本当にその中の人じゃなくて外部の人の、いわゆる検証委員会とか、あるいはアメリカのように強制力を持った放送倫理委員会みたいなものを作ってやんないと、いくら何度こんなことやっても BPO に投げられました、頭下げました、勧告受けました、はい終わりってなることがまたずっと続くと思います。ひろゆきです。わかりました。それではノーボーダー AI スタジオから生放送でお届けします。ニューズオフエイドスタートです。ここからは特集となります。今日は、オリンピックの汚職の捜査逮捕がどこまで広がるのかお話を伺ってまいりたいと思います。東京オリンピックパラリンピック組織委員会の、高橋治之元理事のコンサルタント会社コモンズと紳士服大手 AOKI ホールディングスとの、贈収賄疑惑から、東京地検特捜部による捜査が広がっていますけれども、現状について皆さんに一言ずつお伺いしたいと思います。本間さんお願いします。まあ、まだまだ広まるかなっていうね、はい、結局これよく見ていると、事件が起きているのはオフィシャルパートナーじゃなくてオフィシャルなんだっけサポーターっていう、はい、オリンピックのスポンサーカテゴリー一番下のお安いスポンサーカテゴリーなんですよ、はい、で大体そのお安いスポンサーカテゴリーっていうのは2018年ぐらいにバタ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 ってこういろいろいろんな企業が入ってきてるんですよね。で、AOKIもパーク24も KADOKAWA もみんな2018年ぐらいに申し合わせたように入ってきている、うん、はい、で、まあ結局これってもう高橋さんが好きなようにやっていたカテゴリーなんだなっていうね、うん、もっと上のゴールドパートナーとかっていうのはもう5年ぐらい前からスポンサーになってたりしたんで、まあ、そのあたりはもうまあどちらかというとちょっとまともな感じ、最初からスポンサーとして、はい、2018年に入ってくるっていうのはオリンピックはまあ21年にやりましたけど当初は20年なんで、もう本当マーケティング的に言うと
あと2年ぐらいしかマーク使えなくて、こんなにこう美味しいものにはとても見えない、はい、だけどそれでもなんか入りたいって思う企業っていうのをうまいこと、まあ高橋さんっていやー商売人だよなってすごいなって、尊敬って言っちゃうとちょっとね、はい、言葉があれですけど、すごいなと、いう思いで見ていて、はい、でそのオフィシャルサポーターのに入っていた企業を見ると他にもいっぱい怪しいっていうか、なんで入ってんのかわからんっていう企業が結構あるんですよ。で実はここにね、産経新聞と北海道新聞も入ってるんで、ってことはこいつらも呼ばれてるんだな知見になっていうねなかなか面白い感じになってきてて、僕はもっと広がるかなと思っていて、でまあね、もう散々広がってはいて、オリンピックの印象なんてもう今最悪ですから、はい、大変良かったなと、もうあと50年ぐらいはもう日本でオリンピック開けないだろうなと思って、まあそんな感じで見ていて、うん、でも、まあ、この後は上杉さんがお話になると思いますけど、はい、やっぱりね逮捕ね、偉い人が逮捕されないとちょっと今横に広がりすぎていて、政治家の縦のラインがちょっとまだメインディッシュが出てきてないんで、ぜひメインディッシュなんとかしてほしいなと思ってます。はい、竹さんいかがでしょうか。いやいや、もう本間さんおっしゃる通りで、僕なんかやっぱりね、ボルフずっと追っかけてたから、青木さんは、青木は最初は JGA だからね、日本ゴルフ協会のスポンサーやってて、2017年まで日本ゴルフ協会のオフィシャルスポンサーで日本オープンとかシニアオープン、女子オープンのサポーターもやってたのに、その18年に誰かの口添えでって高橋さんのあの記事が出た時に書いてありましたけど、誰かのに日本ゴルフ協会の中もいるんじゃないでしょうかね。まあ、武田さんご兄弟の会長のね、お兄さんの方が日本ゴルフ協会の会長ですし、某軍団ね、三鷹会の軍団の人たちも誰かの口添えで、もしかしたら、いや、こう JGA お金ないからJOC 行ったらなんて言われて18年からそっち行ったんじゃないかななんて僕はもう見てますけどね。ですからできることならゴルフ界の悪い人たちも一網打尽にやっていただけないかなと、大江戸捜査網にはやっていただきたいと思います。本当に三杉さんいかがでしょうか。なんて恐ろしい番組なんでしょうね本当のことしか言わないからね、怖いよこれ。だから電通出向来ないんですよ、この番組いつまでたってもでもこれ電通から仕事来てるもんそれはそっちに行くんですよ、ここには来ないんですよ本丸だからもう剥がされ、すいません僕だけもう剥がされまくってますよすいません、ということで真面目な話、まあ、今回のね、先々月ですか、高橋春樹さんに、まあ、ガサが入って逮捕されるという流れの中で、まず一番最初にこの、まあ、この本もね、何年前だこれ、2015年のやつだから7年前の本ですね、ここにも書いてるんですけど、この時に、まあ、この国立競技場の問題ですけど、これ悪いのは誰だというので私は5人挙げてるんですね。5人っていうか4人かな、当時、高橋春之さん、森井義郎さん、河野一郎さん、武藤敏郎さん、あとまあこれは人っていうか法人なんですけど電通、ということで、あの時にですね、高橋さんと電通に入ったんですよ。だから、あ、本丸いきなり行ったんだと、東京地検、素晴らしいなと、本丸行ったってことは何かというと、今、本間さんがおっしゃったように、横に広がっていくのか縦に伸びていくのか別として、これは本気でやるんだと。でどっちに行くのかって言ったら、途中から分かったのが、本間さんもしてきたようにオフィシャルサポーターズの20社に行くんですよ。でまずは青木、それから角川、そして今度パーク行きましたよね。でやっぱポイントとなるのは、北海道新聞も産経新聞もそうですけど、これ高橋さんが就任してから、戻ってきてから、高橋采配で作ったスポンサーなんですよ、この20社は。だから同じスキームだって言ってるのは、ここのところは同じスキームなんで、知見の方としても調べやすいわけですね。要するに奥を積んで、まあ5億とかですけど積んで3分の1をキックバックするという、まあ、このスタイル。そして高橋さんがキックバックされる時に必ず言うのは、いやー総理にもね渡しとかなくちゃねって言うわけですよ本当に。でそれは
総理に言ってるかどうかは別、総理っていうのはこれあれですよ、岸田さんじゃなくて森さんですよに渡すんだって言ってるから、出す方はあ森さんにも渡さなくちゃいけないんだって、これ結構本当のことバンバン言ってんだけどな、これどっか書いてる大丈夫あのそうになってるんですよ、こういう仕組みなんです。でそこで要するに金額が大きいから大きいほど、値段が上がった方がバックが大きいわけですよ。だからこれは竹さんがちらっとおっしゃったように、ゴルフの、のことが同じスキームでゴルフだけがうまくいかなかったと、一気にそうもなかったっていうのが、実は霞が関っていうプライベートゴルフ場に持ってくんだけど、若洲ゴルフリンクスっていう東京都のゴルフ場に持ってくとお金が取れないわけですよ。要するに高ければ高いほどそのキックバックの金額が上がるから、だから高橋さんはお金が上がるところというものを作ったのがこのオフィシャルサポーターズの、いわゆるスキーム、うん、だからこのスキームの通りいけば、あと17社あるからこれどこで出てもおかしくないというんですが、一つ最後に戻すと、昨日から今日から出てる森喜朗元総理に関してはずっと言ってましたよね、ここでも書いてるんですけど、駐車場利権が森さんの政治資金管理団体と直結してるから、ここ行くと森さん行きますよと、行く可能性は高いですよと言ってたら、一昨日入ったんですよ、あのパークに。ということで、今本間さんのね質問でバッチに行くのかどうかというと、私はこの時点ではもう半々まで来たかなと。もちろん知見の操作だから正直言って行かないと思ったんですよ。でもパークに入ったってことは、これは秩父宮ラグビー競技場と築地のあそこ駐車場にしたでしょわざと、ここなんですよ、駐車場にして、それでお金を積んでバックするというスキームなんで、ガンガン言ってるな、このね、森さんね、我々ボランティアやってんだから、ボランティアでやってながらここのサポーターから入っちゃってるわけだから、まあ、これが問題だと。ということでこれを言えるのはオペレだけっていうのは、単純に言うと、メディアが全部スポンサー入っちゃってるからもう今止まってますから、上から言うな言うなって、テレ朝とかももうテレ朝のね、あの勢いのあるような見えるような番組ね、名前言わないけど玉が通るとか出てる、あれもう全部ストップかかっちゃってるから、ここ絶対触れてこないですよ、絶対触れない、触れるわけがない。ということで有料時間帯にもう少し詳しいこと言いましょうもういいじゃん、時計早回ししたらもう言わない、もうこれ以上言わない、もっとすごい情報がある、もう言わない。これあれだよね、出演者になりたいよね、出演者になると必然的に有料会員じゃなくても聞けちゃうんだよこれね、で黙ります、ここから出演者でももう止めますそんなこと言ったら俺もビール持ってきちゃうよ、悪い。もうスポンサー剥がされてるんですからオペードは、もう危機的状況ですよお願いしますよ。でももうちょっとその今の感じでやったらさ、間違いなく第1等のあれになるよね、あの情報番組になるよね、これが主流になるよ。なってんですけど、みんな無視するんですよ、こうやると。いやいや、それは人が話してるネタをそのまま書くようになってしまうから、みんな無視してんだよ。そうだ、ひろゆきだってさ、気になってしょうがないと思うよ、記者の連中は。もうこっちの情報の詳しいのに、自分たちがなんか調べたように書くなっていうのは、ひろゆき、本当に。東京地検特捜部は6日、高橋氏を出版大手角川側からおよそ7600万円の賄賂を受け取ったとされる受託収賄容疑で再逮捕しましたけれども、角川からブラックボランティアを出版されている本間さん、どのようにご覧になってますか？いやー、全く笑っちゃったけど僕はあの本出したのは2017年なんですね。あ、そうなんですね。でその2018年にまあボラ、はい、あのスポンサーになってて、まあ、高橋さんと相談してたのは2017年ぐらいだったらしいんだけど、はい、いやダメだって本に書いてあるのに。そうなんですね。角川の上層部は私の本を読んでなかったんですね上杉さんもあのオペエドの本を角川から出版されてますね。なんというブーメランを言うんでしょう上杉さんにはこれオペエドのオペエドの本だから、これ印税はオペエドに入ってるんですよ全部。私に一銭も入ってないですからね、これ番組の本ですから。これ角川が出してます。あ、ちゃんと取ってるね、省エイを。これも2017年です、発売は。ちゃんとね、角川とかね読んでれば、次彦さんも夏野さんもこれ読んどけばこんなことにならなかったのに、角川もねえ、なんで夏野さんこれ読まないんだろうね、これね。いうことになってますが、竹さんどうご覧になりますか？だけど夏野さんは
どこまで責任取んの。あの人なんかだってオリンピック始まる前はオリンピック反対派をボコボコにやっつけてたからね、やっぱなんかプロパーじゃない社員っていうのはほとんど会社をダメにするね、はい、やっぱ愛がないんだよその自分の会社に対する愛が、はい、何がハイハイ言ってんだよ、ひるんじゃないんだからさちゃんとあなたアンカーなんだからちゃんと回しなさいよ本当に。僕会社ついんだもん今日。あそうなの、はい、船橋さんもそっち回さなくていいから上杉さんにはどうせ大事なことは多分言わないと思いますよ。言わないって言ってたから有料時間帯で言いますまもなくするじゃんということで、いやでも夏野さんでもなんか納得いかないな、あれだけ偉そうに言ってたんだからさ、知らぬ存ぜぬじゃにつるまされないと思うんだけどね、これ。そうなんだね。もしも書いた本間さんにもうちょっと印税パーセンテージ上げなきゃダメなんだよ。そんなところに上げてるんじゃなくて。うん、オプリドにも出向しろってニコニコは、ドアムは、赤ドカは。多分無理だと思うけどね。それは。もうなんかみんな有料時間帯まで黙る作戦だね。ちょうどご質問で、ね、パソナには行かないのという。ご質問いただきましたが、次郎さん、はい、竹中平蔵氏が8月に取締役を退任したパソナグループまで捜査を及ぶんでしょうか。あ、もう寝てしまいましたね。誰ですか。上杉さんが。あ、僕？はい。あ、ごめんなさい。パソナはね、あのオフィシャルサポーターなんですよ。あの20社のうちの1社。ね。だけどあのパソナの入り方はちょっとね、ラインが違っちゃってるんですよね。これは別にブーメランになるところじゃないですよ、はい、うちの関連会社がパソナの本社に事務所があったからとかそういうことじゃないですよ、オプリドにね竹中会長が出てるからってそういうわけじゃないですよ。竹中さん出てるからって何回も全然関係ない、忖度なく言いますから、はい、パソナはもうちょっと別のラインでした。だからそこにあの青木さんの青木ホールディングスから高橋治之さんのあのラインで入っちゃったから、うん、高橋治之さんラインじゃないんですよパソナは、うん、もっと上の方ですからだからあこれは最初はね分かんなかったから電通入ったって言ったんでじゃあそっちも行くかなと思ったけど、あ高橋さんが行っちゃったってことで、あパソナはないなって僕途中で言ったじゃないですか、もうオペレードでも。あこれさ、はい、新国立のところでさ大勢建設がメインでしょ、はい、JV の中でね。そうです。それは菅さん菅さんのとこは行かないの行かないですね。まあ東京地検もやっぱり人のリソースっていうか、うん、あの限界があるんですよ。限界がある。今出てるって逮捕まで至ってるってものすごい捜査するんですよ実は。もうね一般の人が考えられないほどの固めて固めていくんです、うん、で森総理のところに事情聴取するっていうのは、ね、どんだけ大変か。そりゃそうでしょ。これねここまで持ってくるのに相当なね努力と覚悟がないといけないんです。で一つ今言うと甲斐幸男さんがこの6月に検事総長になったんですよ、うん、林さんから代わって。でやっぱりね甲斐さんになった時に何かやるんじゃないかっていうのが流れたんですね。でその後にちょうどですね安倍総理が元総理がね、射撃殺されたでしょ。で要するに一旦蓋が開いたんですよ。でも検察が本気かどうかっていうのはこの甲斐さんの意向で分かるんですけど、林さんとね、まあ、林さんというのは黒川さんとか今有名な人で郷原さんとかね若狭さんとかの司法修士同期のメンバーなんですけど、そうじゃなくて甲斐さんというのは、まあ、結構、このさっきねちらっと出たけど、検察は厳正公平不平不当を旨としてと、まあ、こういう形で結構正義感の強い人で、期待のする声があったんです。でいきなり来たでしょ。だからあこれもしかしてバッチ、それからまあ本丸の電通の高橋さん、それからもう一つ本丸は事務次官、この3社を取るかなと、どれか取るかなと思ったら今現時点では一発いってるんで、この甲斐検事総長っていうのはもう期待しかないです。本間さんはどうご覧ですか。上杉さんにしてはすごく素直な期待を、はい、はい、あの、はい、はい、いいね。あのどれぐらい期待してるかというと、はい、はい、また出てきましたね。これ10年前の本ですけど、これで私が検察から目をつけられてですね車に乗れなくなったという本ですが、はい、それ以来あの東京地検並びに検察の人からはこの時はあの日渡検事総長と佐久間達也特捜部長だったんですけどものすごく嫌われて怒られてます、
出頭命令も出ています。実際あの知見に1回呼ばれたこともありますが、書きすぎて。なんで怒る？それは何？書きすぎ、嘘を書いたってこと？本当のこと書いて怒られたの？あの検事の名前を全部実名で書いちゃったんですよ。ああ、まあ公務員法で守られてるからね、検事さんの名前とかね、名前書いた上に、まあそれ逮捕されたんですよ、うん、その検事は後に。でもそれで当時フジテレビの新報道2001っていうのを準レギュラーで出てて、その放送中にバンバン名前を言っちゃったんですね、そしたら、すごく怒られました。呼び出されました。もうちょっとうまくやってたらさ、ねえ、もうちょっと違う生き方になってたのにね、あなたも。いいんですもう自分でも不器用ですから。いや、それはどうでもいいんだけどでもそれ使わないでもテレビ局もったいないよね。今からでも遅くないと、古くないもんね、ネタとしては。言っといてください、 TBS とかあのヘタレ番組に。いや、だって俺だってほとんど出れてないから別に言えないけどさ、ね、本間さんもなんか本間さんとやってるなんとか清水さん、うん、お願いしますよ、何度も言ってるんですよ、本間さん紹介しづらいよね、上杉隆史はもうなんで本当のこと言い過ぎだもん、俺より言うんだからまずいよそれ。いや、本間さん大丈夫ですよ、全然問題ない。さすがだな、本間さん。何ですか、何の話ですか。あ、それで検察のことを、うん、まあ少なくともよく知ってるうちの一人だと思うんですよ。うん、まあ黒川さんとのね喧嘩もそうだけど、まあ、長い。それはいいね。だって、うん、鳩山法務大臣時代からですから、もうかれこれ15年ぐらい黒川さんと、仲悪い状態ですけど、その私が、うん、この甲斐幸雄さん検事総長に関してはすごく期待って言ってるってことは、まあ何かちょっとねさせていただきたいなと、このように思ってるわけです。なるほど、よっしゃな、頑張ってほしい。みんなで甲斐さん応援しましょうよ。甲斐バンドだよ、甲斐バンドですね。バンド知らない人いっぱいいるんじゃないの。いや大丈夫です、ヒーローになっていただきたいね。甲斐さんにはヒーローになるときね。ああ、それは今ですよね。歌うとまたあのジャスラックジャスラックからお金取られるから、ついついごちゃごちゃ言ってくるから6秒以内いいって言ってくせに6秒でも超えたらダメとか言うとね、代々木のジャスラックに突っ込んでったら仮打ち合いましたよ。もうすいません、上杉さん、まあ、あのプライムメンバーのみの会なんで、もうちょっと深いところまで行った方がいいです。いや、あの全然進行してないんで、あのお二方ゲストなんでやってください。僕はその間コーヒー飲んでますから。で、今回捜査が入ったパーク24 の、 あの社外取締役には元人本間さん、だけさん、上杉さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。来週9月12日月曜日のニュースオペード、ゲストは一橋大学大学院社会学研究科名誉教授の坂上康弘さんとジャーナリストの後藤一郎さんです。アンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正之さん、ナビゲーターは小林敦樹さんです。それではまた来週お目にかかりましょう。失礼します。